台風13号は現在日本の南を北北東に進み、明日県内に最も近づき上陸する恐れがあります。これに伴い県内の観光地に影響が出ています。平日でもにぎわう道ヶ島の遊覧船乗り場の周辺ですが、今日は観光客の姿はまばらでした。台風の影響で波が高く、転送洞と呼ばれる洞窟を巡る遊覧船が欠航したためです。欠航を知らなかった観光客も多く、落胆の声が聞かれました。まあ、ちょっと残念だなと思って、まあしょうがないなと。ネットで見て写真がすごくて、ちょっと見てみたいなと思ってますね。もうせっかくね、今日もさっきシュノーケルやってきたんですけど、シュノーケルはギリギリできたんですけど、船はちょっと波が高くて出れないっていうことで。乗船券売り場近くの雑貨店は午後3時前には早じまいしていました。今日はどうですか、やっぱりあんま売れないですか。そうですね、来ません、雨だから。遊覧船欠航だとここはダメです。明日の遊覧船は朝の海の様子を見てから運航するかどうかを決めますが、欠航が濃厚だということです。